はい。はい。本当に親父はわざわざ蒼天堀まで出向かなきゃならなかったのか。ええ、渡瀬は若頭です。そして荒川の親父は渡瀬の代行の立場。渡瀬とは早めに一度顔を突き合わせて挨拶しておくのは当然かと。なるほど。ならなんで今回に限って事後報告なんだ。親父の動きは逐一報告しろと言ってたはずだ。申し訳ありません。若、私も先ほど知らされたもので。そうか。ま、あとは何が起きるか見ものだな。え、何が起きるかと申しますと。考えてみろ。渡瀬勝と荒川真澄、その二人が顔を合わせるんだ。ただ挨拶だけで終わるのか。そんなはずはない。親父は何か企んでるんだ。まさか何か企んでいるとは。近江の会長は寝たきりのままだろ。容体が回復する見込みは薄いと聞いてる。ええ、その通りです。じゃあそろそろ後目の話もしなくちゃならん時期のはずだ。いえ、そこまで差し迫っちゃいないはずです。ですが確かに渡瀬の出生期に会長が正式に跡目を譲ると言い出す可能性はありますが。つまりそうなれば自動的に渡瀬が近江の会長に就任ってことだ。そしてきっとその時代がしばらく続くことになるんだろう。でももし跡目の話が起きる前に渡瀬がいなくなると話は違ってくるよな。え親父はそうなる前に渡瀬を消す気かもな。荒川の親父がまさかそこまでやるとは。そうかな。カムロ町参詣作戦の時、俺は親父に登場会を売れと迫った。近江を引き込めと言った覚えはない。あれは親父が自分でやったことだ。しかし親父のやつうまいことやったもんだ。そう思わないか。ええ、親父のおかげでカムロ町から登場会が追い出され、参詣作戦の成功が世に広まり、俺の顔も立った。でも登場会が消えたそのどさくさに自分は自分で近江を引き入れて、一躍登場会の参事から近江連合の大幹部へ昇進したんだ。ちゃっかりしてるよ。
古臭い頭の切れない極道だとばかり思っていたが、正直あんなに変わり身がうまいとは思わなかった。つくづく権力ってのは魔物だよな。親父が渡瀬を消して近江を乗っ取ろうってのは俺にとって全然悪い話じゃない。身内が仕切る方が今後何かと都合もいい。ただ気になることもある。気になること？親父が渡瀬に会い挨拶だけで済ましたのならそれはそれだが、俺の読み通り渡瀬を消すつもりなら俺に事前に連絡すべきだろう。それはもし事前に連絡もなく渡瀬を消し、消した後も報告もないようだったら、それは俺への裏切りだ。絶対に許さん。親父が若を裏切るなんてことは。いや、裏切りだ。ヤクザが力を震えるのはあくまで俺の監視下でだけだ。俺の立場はもはや三景作戦の時とは違うんだよ。表の世界の頂点に立とうという人間は裏の世界の情報も細やかに把握しておく必要がある。そのポリシーを貫く上では相手が実の親でも例外はない。必要なのは歴然とした上下関係だけだ。沢城、俺と親父、お前はどっちに忠誠を誓うんだ？俺は親父から若のことを託された人間です。その命令は何よりも若を一番に思えということでした。なら親父の動きは細かく監視して報告しろ。わかりました。大阪には天道を向かわせます。奴は荒川の親父にも気に入られていますから。天道の親分、いつお戻りやったんですか？今日の昼や。明日は頭の出所やさかいな。あれ、そうなんでっか？はっ、仇は知らんでええこっちゃ。油売っとらんとちゃっちゃと仕事せえ。いてまんぞこれ。いや、やめてくださいよ。天道さんのパンチはシャレにならないっすわ。なんやと？なんでもありまへん。仕事ありますんで。ほなまた。おっと、ボーイさん、これおかわりな。あ、私も。よー、一番。スマホずっと見てたって、ミツって野郎がすぐ電話してくれるわけでもねえんだからよ。つまんねえ顔してねえで。ここは一つ楽しく飲もうぜ。うん、賛成。大阪って最高だね。だあ、もう、うるせえな。だから俺は一人で来るっつったのによ。春日さん、どちらへ？トイレ？全然飲んでないのにもう酔ったの？なんだ。おい。ああ。
電話待ちってのが落ち着かねえ。あいつ、いつになったらかけてくんだ。向こうは花から忙しいっつってたんだろ、渡瀬の出所祝いとかで。まあな、近江の本部で宴会の準備だとか言ってたな。くだらねえ、こっちはおやっさんの件でそれどころじゃねえってのに。気持ち察しろってんだ。そもそも来るのは明日にしてくれって言われてんだろ。それを勇み足でフライングしといて文句言っちゃいけねえよ。ミツってやつもいい迷惑だろ。なんだよ、小獣とみてえに。でもよ、さっき店の中で小耳に挟んだんだが、荒川真澄が大阪に来てんの、結構話題になってるみてえだぜ。そうなのか。客同士で話してんのを聞いた。下手すりゃ荒川と渡瀬の間でドンパチ始まるんじゃねえかってな。もちろん文字通り噂話ってとこだけどな。ちょっと待った、メールだ。ん？ミツってやつからか。くそ、なんだこりゃ。どうした？ニック尾形からだ。念願のカムロップとツーショットだとよ。あの野郎、こっちの気も知らねえで。はーい、一番、写真見てくれたかい？レアなんだよあれ。彼気まぐれで街のどこにいるかわかんないじゃない。だから見つけちゃったときはもうテンション上がっちゃって。もういい、分かったから。え、どうしたの？あのさ、悪いがこっちは取り込み中でよ、1日か2日ぐらい連絡は遠慮してもらうぜ。ニック、取り込み中？おお、ベリービジーね。でも、ワイ？とにかくよ、落ち着いたらこっちから連絡する。それまでカムロップとよろしくやってね。おお、ソーリーね。でもそんなに怒って What happened? じゃあな。カリカリしないでよ、ミスター一番。すまん。カズガよ、そんなにカリカリするくらいならさっさと本部に行っちまえよ。え、こんなとこで連絡待ちしてるなんてお前らしくねえじゃん。それにもし客の噂通りドンパチでも始まっちまったら、荒川真澄の身も危ねえんじゃねえのか。おい足立さん。そうだな、よし、行っちゃうか。行っちまうか。行っちまえ行っちまえ。やれやれ、まったくこいつらは。なあ、うん。
よし、トイレの場所はここか。どうした、ナンバー。初めての街ではまず公衆トイレの場所をチェックしておくんだ。へえ、しっかりしてんな。旅行者の知恵ってやつか。いや、ホームレスの癖だな。ああ、なるほど。してて。いらっしゃい。
ありがとうね。体は問題ありません。いらっしゃい。ありがとうね。いらっしゃい。ありがとうね。まだまだ。さあ、行けますよ。さあ、ん？めっちゃ好きやねんって言ってみてくれよ。は？なんで？いや、女の子の関西弁って可愛いなと思ってよ。めっちゃ好きやねん。おお、いいね。なんか他にも言ってくれよ。うち今月ピンチやねん。あたちさん、お金くれへん？しゃあないな。ほい、50万円。あー、きにってこれ50円やないの。なんか大阪って感じするな。これが大阪。彼らの中ではそうなんだろうね。
田中萌実のサインがある。誰だそれ。まあいわゆる地下アイドルってやつだよ。へえ、難波そういうの好きだったんだな。別に好きじゃねえよ、一時期ちょっと興味があっただけでさ。はあ、ん、このタイプのサインを書いてるってことは、あ、これは6年くらい前のか。結構レアだな。ちょっと興味ある割には詳しすぎんだろ。いや、モエポンのこの書き方はセカンドのレコ発ツアーの時のだ。あんたも？なんだ。おい、わかった。
やるか。軽くひねってあげましょう。私の番ですね。なめんなよ。来いよ。なめるなよ。来いよ。セール。ちょっとおとなしくしてて。よし。こっち来い。私が相手だ。測ってみなよ。これで俺の番か。こっち見ろよ。来いよ。なめんなよ。ほら。さて。私の番です、ね、くらえ。どうぞ。よし。行って行け。やってみろ。決めねえ。よし、行くぞ。問題なくなったぜ。さて。セール。ちょっとおとなしくしてて。俺の番か。なめんな。私が相手で。してみろ。俺の番だな。私の番です。舐めないでくれる？私の番めんな。俺の番か。私の番ね。俺の番だな。またいい女になっちゃった。私の番です。
やるか。どうぞ。私の番ね。やってみろ、フィリップ。2回目に合わせますよ。俺の番だな。どうするかね。なめんなよ。どう？あたり。さて。お？よし。お、かかってきなさい。よし、行くぞ。ほら、わっ、はいよ。私の番です。やってみろ。俺の番か。クロエ、クロエ。2体目に合わせよ。俺の番だな。来いよ。ほら来いよ。よし、とっておき。やる気あるの？やめんな。どうするかね。絶対行くぞ。うん、復活のドローン。私の番ですね。うわっ、私が相手です。私の番で見てなさい。じゃあこの、さて、俺の元通りじゃ。俺の番だな。ぶっ飛ばしてやる。ほら、俺の番か。やってやろう。これで私の番です。よし、やんのか。よし、行くぞ。うん、どうするかね。さて、テンション上がりますね。頭かち割るところ。勝てると思ってんのか。私の番です。どうしよう。何すんなよ。すごい。ちょっと楽しませてくれよ。来いよ。よし、2体目に合わせますよ。ほら来いよ。来やがれ。なんだ、俺の番だな。舐めないでくれ。やんのか。来いよ。どうぞ。
見ろよ。私の番ですね。くらえ。どうぞ。やめんなよ。これで。終わりだ。ほら。死ねよ。ほら。おれおれ。暴れ。私が相手です。私の番ね。ほら、来いよ。くれよ。さて、セールしてみろ。ちょっとおとなしくしてて。どうした？行くぞ。なめんなよ。終わりだ。2回目に合わせます。終わりだ。おお。私の番です。来いよ。さて、
俺は来いよ。絶対負けない。舐めるな。うらえ。どう。態度でかいね。やってみろ。舐めんなよ。私が相手です。見てなさい。は？俺の番だな。やんのか。おい。怖いの。かかってきなさい。どうするかね。してみろ。これだ。おら。やめんな。痛い目に合わせますよ。ほら。やるから私の番ですよ。舐めないでくれる？やってみろ。君雑魚じゃねえ。よし、行くぞ。私の番です。かかってきなさい。俺の番か。さて、なるほど。